立石遺跡は山梨県甲府市上高山にある遺跡。後期旧石器時代初頭から弥生時代、古墳時代にかけての複合遺跡。立石遺跡出土品は山梨県指定文化財。立石遺跡甲府盆地の南縁にあたる曽根丘陵の中央部に位置する。南北280メートル、東西180メートルにかけての範囲に分布し、 標高は325メートル付近。立石遺跡が立地する、曽根丘陵地域は、旧石器時代の遺物が出土する地域で、縦石遺跡からは、関東地方から、九州地方に広く分布する、アイラ TN 火山灰の後背面により、海から石器類が出土しており、同時期に当たる AT 海の生活遺跡には、富士北陸の一杯、久保遺跡や八ヶ岳南陸の横張り前、 久保遺跡がある一方、ソネ丘陵中央部には、弥生後期から古墳時代諸島にかけての方形修行母群のある、上野平遺跡や宮野上遺跡など、立石遺跡の弥生時代以降と、同時期の集落遺跡が分布しており、古墳時代には、大型古墳が出現するなど、甲府盆地の中核地域であった。1980年に、不時の丘公園建設における、 道路工事に際して、山梨県教育委員会による発掘調査が行われる。縄文時代前期初頭木島式機の住居跡7件や、縄文中期初頭の住居跡1件をはじめ、弥生時代後期の住居跡11件、古墳時代前期の住居跡12件や法径周公墓1機、平安時代の住居跡1件が検出されたほか、国土台中から二足縁加工の内風型石器など、 旧石器時代の遺物が出土している。1988年にも国道358号の拡張工事に際して、旧東八代郡中道町上皇山あざ北原地点で小規模な発掘調査が行われている。調査区北部の北部ブロック、南部の南部ブロックの2カ所から廃土中から、旧石器時代の大形様石器2点やさっき1点、石角2点、 白編20点や再編13点の、計48点の石器群が出土している。また、1989年にも発掘調査が行われ大計様石器が出土している。さらに、1993年にも、調道工事に際して、発掘調査が行われているが、注目される以降、遺物は見られない。旧石器時代の遺跡としては、甲府盆地底部にあたる笛吹き師。 甲州市の釈迦堂遺跡群や八ヶ岳南緑の丘の公園内遺跡群など、それまで個人レベルで行われていた旧石器時代の学術研究が開発による公共事業の増加を受けて、本格的な発掘調査が行われるようになった時期にあたる。出土した石器類は2カ所のブロックに集中し、石材は形質結岩と霊岩が主体で、黒曜石製のものも見られ、 石器製作場であったと考えられている。湿度層上面に関東地方から九州地方に広く分布するアイラ・ d n 火山灰の後背面が確認され、湿度石器は横張り前、久保遺跡とともに南関東地域における立川ロー無層第二暗色帯に相当する黒色帯下部にあたる3万年前の石器群と推定されている。 山梨県内において AT 海から石器群が出土したのは鶴市の一杯、久保遺跡に続いて二例目となった。立石遺跡の弥生以降や宮の上遺跡は上野大荒遺跡から南に位置し、これらは同時期の大規模遺跡であると想定されている。また、上野大遺跡の方形修公母群はこれらの集落の共同母域で古墳時代の集落も継続して営まれたと、 考えられている。現在は20歳で、遺構は保存されている。ありがとうございます。